はい、皆さんこんにちは。東大物理学問演習を担当するピヨキュンです。よろしくお願いします。今回4回目ということで、大問2の解説に移っていきます。前回大問1の、力学の2大問題について数学的な正確な補足を加えました。ちょっと難しかったと思うんですけども、まあ全部大問3まで解説し終わった後に2大問題などの、まあ、あっさり解くにはどうするのかみたいなのはやるので、その時までにちょっとノートに返しておいてください。今回から、2回に分けて第2問の解説。東大の物理の第2問は毎年電磁気出てますね。電磁気って言っても磁場は定量的な扱いがちょっと高校生には難しいので、電気が多いように見受けられますと、まあ、今回も電気回路の問題ですね。では仮説に入りましょう。とまず電磁波の発生が無視できるとき、電磁波って本当は出るんですよ、回路に電流流したら。まあ、これもうちょっと次の項でやりますけど、電流が流れると磁場が発生し、磁場によってまた新たな電流が発生しっていうのを交互に繰り返していくと光っていう現象になるんですよね。光は電磁波なんで。とで今回簡略のために高校物理では結構電磁波は発生しないとされるんですけど、電磁波の発生が無視できている時の回路は2つだけだと思います。孤立系の電荷を保存する。孤立系って何かっていうと、外部につながってない K って分かりますよね、物理で、集合みたいなもんですね。例えばこういう回路があったとしたら、 ここだけを見てたら孤立してないんだけど、これを一つとして考えると孤立している。まあ、孤立系の電荷は保存する。そして任意のループに対しループ一周の起電力がループ一周の電圧効果、こんだけなんですよ、回路で必要なのは。っていうのは東大でもどんな入試問題も同じってことを見ていきたいと思います。あとちなみにですけど、電磁気学、古典的な物理学において電磁気学はマクスウェル方程式に集約されます。まあ簡潔にまとめると、四角ってなんだって思うと思うんですけど、ダランベリアンって言うんですよね。ダランベリアンってなんかかっこよくないですか。あ、もうちょっと、これは結構大学1年生の冬ぐらいにすぐやると思うんで、皆さん楽しみにしていてください。ダランベリアンの E、あ、ベクトルですね、こっちはが0とダランベリアン B が0っていうふうに集約されます。これは数式的にいじったやつはもうちょっと丁寧に解説すると思うんで、楽しみにしててください。さて解説に入りましょう。第2問、図問題持ってますよね。問題と回答を手元に置いてますよね。と図2のように水平面上に2本の導体レールを間隔 L で平行に置き、順組線は B を下向きに加えましたと。導体のレールの上には長さ L、 抵抗 R、 棒にも抵抗ありますよ。これ結構忘れる人多いんですよね。僕も最初解いた時なんか忘れちゃって、最後の方であれなんかおかしいなと思って解き直したっていうのも記憶があります。これ書いといた方がいいですよ、 R っていうの、問題用紙ぐらいで。まあ他にも回路をつけましたと。で以下の通りに答えを、最初固定されてるんですね、レールに固定されてるってことは普通の抵抗と同じようにして扱っていいってことです。で1番の括弧1、スイッチは開いている。スイッチ開いてるってことは、この抵抗3には一切電流が流れないので、もう省きました。省いていいですよね。数の回路と等価になります。これは棒ですよ。で電流を仮定しました、 I1。 こっちは仮定していいんですけど、使わないんで書いてないだけです。 I1 を仮定して、このループに沿った起電力は V、電圧効果は RI1 たす RI1 で 2RI1 で、 I1 が 2R 分の V。 はい、これで終了です。結構簡単でしょう。まあ、同じようにあとはやっていくだけです。括弧2、スイッチを閉じました。閉じたってこと、こっちの R が復活したってことですよ。ここにも本当は R あるんですけど、スイッチ閉じてるんで一切電流流れないんで消しました。こうやって図を簡単にしていくっていう方法はなるべく取った方がいいです。というのも自分が分かんなくなるんで、あんまり複雑な図を書くと。括弧に、数の回路と等価になります。 RRRR3R、 まずここ R って書かないように。で電流を設定しましょう。どういう風に置いてもいいですよ。でもここに I2 って置くと分化しちゃうんで、ちょっと面倒くさいかなと思って、こっちを I2、I3、I4 ってしました。そうすると電流が分かれた先なんで、元はこっちを足したもの、こっちは合流してるので、こう、まあ、こっちの方が分かりやすいですね。別にどれをどう電流を置こうと最終結果は同じになるんで、やりやすいようにやってください。でループ、未知数が3つありますよね、 I2、I3、I4 って。で未知数3つってことは、異なるループを3つ書きましょう。ループ1は僕はでかいのをします。起電力が V、 RI2 たす RI3 たす RI2 が電圧効果なんで、まとめると 2RI2 たす RI3、
2番目はこっちのループをしました。起電力はない。あ、まあ起電力はないんでマイナス符号を持ってただけなんで、こっちをこうすればいいですよね。0イコールの形になるんで、電圧効果分と逆向きの電圧効果をやって起電力、2番の式で、今度はこっち側のループを同じようにやってやると、これを連立すると I2 が QR 分の 5V って出ます。計算は省いたんですが、方針としては、2番3番でを使って I4 を消して、それを I1 番に代入して I2 を出します。もうやってること結構簡単でしょう。同じように、解いていけば何ら難しいことはないんですよ。なんか下手になんかこうした方がいいんじゃないとか考えるから難しくなるんだって、基本通りに忠実にサクサクやっていけばそんなに難しくないです、東大物理は。で、いきましょう。3、括弧3、何ですか。括弧2の時棒に流れる電流が磁場から、これよくもう公式ですよね。力は長さかける電流かける磁場って、かけるってみんなさ習ってると思うんですけど、正確にはベクトル積で定義されます。これはちょっと次の回にちゃんと補足しようと思うんで、あ、皆さんその時を楽しみに。なんで、まあでも今回全部そんな角度もついてないんで、ただ単純に掛け合わせればいいですよね。 L かける電流、さっきの QR 分の 5V かける B をかけて QR 分の 5LVB で、向きは、フレミングの左手ですか、それを使えば出ると思います。まあベクトル積の考えを用いるとすぐにそんなこう手こうやったりこうやったりしなくても良くなるんで、ちょっと楽ですけど、まあどっちにしろ炉の向きにこういう大きさの力が働きます。これでもう大問の半分終わりましたよ。なかなか早いですね。もうこんぐらいのペースでやらないと、ちょっと今回大、波動分野がちょっと計算がめんどくさいんで、ここはちょっと飛ばし目に行った方がいいと思います。四角2番、次にスイッチを閉じたまま動けるようにしました。動けるようにするってことは、この問題文見てもらえて分かると思うんですけど、棒が動くとあれですよね、逆起電力がかかりますよね。その分も考慮に入れましょう。逆起電力は抵抗と分離して書きましょう。これが鉄則です。1番、数の回路と等価になります。電流の流れが、抵抗差に流れる電流が0になったんですよね。ここ0です。なのでここちょっと消しちゃいましょう。もう一回書いて消すといいですよ。最初から消すと見落とすこともあるんで。で、I1 を仮定しました。I2 を仮定しました。ここ逆起電力 LV1B 出てきますよ。まあ、起電力の導出も次回やります。なんで逆起電力が LVB になるのかっていうのを。まあ、数式で書くと正確には。LVB 書くんですけど、まあ。それとしてなんでこういう風になるのかっていうのが次回提出します。と、まあこれもさ先ほどと同じように回路方程式、ループはでかいループでしました。起電力が V ですよね。で 2RI1 足す LVB1、 これはこっちに持っていけば起電力が相殺されてるって感じで、逆起電力って分かりますよ、向きが逆ですもんね。で今度はこっち側のループできました。起電力 V が RI2 足す 3RI2 で 4RI、 これ I1、I2 じゃないですね。両方とも I ですよね。なんでかっていうと、ここに電流が流れないんですよ。電流が流れないってことは、こことここの電圧効果が同じってこと。ってことは電流も同じじゃなきゃいけない。なぜならば、こことここの抵抗が同じだから。なので、両方とも I ってわかります。ここ I1、I2 とかすると解けなくなりますよ。まあ、ちょっとここだけめんどくさいですね、発想が。でも慣れたら出てくると思うので、次回こういう問題が出たら、解けるようにしておきます。で、まあ、この2つの回路方程式を組み合わせば V1 が 2LVB 分の V2 でできます。これで大問のほとんど終わったんですが、結構簡単じゃないですか、電気回路って。なんか慣れてないとなんか計算に手間取ったり、どこに起電力出てくるのか分かんなくなると思うんですけど、慣れるとこんなにあっさりいっちゃうんですよ。で、注文2の小問2はちょっと黒板のスペースを書けなかったので次回に回すとして、次回は残った最後の1問を素早く片付けた後に、なぜこういう式が出てくるのか、逆起電力の式がなぜこうなるのかっていうのを数式的に処理したいと思います。ではお疲れ様でした。